夢ラジオ第2236回、今日は令和2年5月、6月ですね、6月2日火曜日です。時刻は午後7時半、横浜港北、火曜の夜です。横浜のキラキラした夜景、今宵も輝いてますね。自粛が解除され、街が夜も活動しています。とはいえ、夜中までの営業はできないんですよね。飲食業もサービス業もあと一月ぐらいはかかるだろうし、しかもなんかまた感染者数が増えているという話、予断を許しません。さて、夢ラジオ2236回、今回は帝国海軍の軍人山本五十六取り上げます。山本五十六、本当に軍神だったのか、こんなタイトルです。山本は新潟の長岡出身。海軍兵学校は32期。32期ですから、4級上に長野修己、3級上に米内光政。海軍同期には生涯親友だった堀悌吉、あと海軍大臣になった吉田善五、そして開戦時の海軍大臣島田繁太郎がいました。日露戦争にも従軍、左の指2つなくしてますね。ただし、この程度の怪我で済んで、自分は。そして海軍はというと勝利を勝ち取った。もう涙こぼれずにいられない、感激して。そんな言葉も残していますよ。まだ若き山本です。海軍大学にも進学、もう海軍のエリート、そしてアメリカへの留学、そして駐在武官としてもアメリカに行ってますね。この大正の頃のアメリカを見た、20年代のアメリカですから、良かった時代ですね。で、その工業力に目を見張り、デトロイトの自動車工場、カリフォルニアやテキサスの油田、そしてニューヨークの高層摩天楼ですね、高層ビル。いちいちこれらを見学するにつけ、まあ日本はアメリカと戦っても勝てない。そもそも石油が出ない。で、アメリカはっていうともう石油社会になってる。しかも1920年代といえば、ようよう航空機がアメリカ社会にも登場し始めた頃、山本はそれをいち早くキャッチしていました。航空機も自動車も石油がいります。山本はアメリカ滞在中に油田を買おうとしたようですね。だからビジネスマンとしてもやれたんじゃないか、この人っ
この油田買うという話は結局、まあ、軍人がそういうことできませんから、けど普通そういうこと言い出さないでしょ、陸軍も海軍も軍人が外国の何かを買う、特に油田なんか買うって、それ言い出すこと自体、そしてかなり動いたそうなんですよ。山本五十六といえば、まあ、博打が好きだというの有名ですけど、この人は投資家またはビジネスマンとしても相当やれただろうという人ですよ。まあ、当時の日本人でね、まあ、アメリカに行ったものがまあそもそも少なかったけど、このアメリカの油田の権益を買うっていうその発想、これができたとは素晴らしいですよ。もしこれがね、山本が軍人でなく何か商社マンで、そしてまあないだろうけど、まあ、ひょっとしてアメリカがその権益をね、油田の日本に売ってくれたら、それはもうボロ儲けのビジネスだったことでしょう。だからこういう目の付けどころはあるわけです。目の付けどころいいんですね。そういう着眼点はある。主に軍政を歩いた。だから政治と関わり合うこと多かったんですよ。やっぱエリートであり、まあ将来の海軍大臣を嘱望されていたでしょう、山本は。だから軍令よりは軍政歩かしとこうと。ですから1930年昭和5年のロンドン軍縮会議、あと4年後の再びロンドンで軍縮会議があるんですね。この1934年の会議はワシントン条約を延長するかしないか、結局日本はもうワシントン条約から抜けるという決定をしましたが、この辺に山本は関わっていますよ。あと1930年代の前半にはね、大隅人事といって、海軍大臣大隅峰雄さんが、まあ条約派と言われていた人をもうことごとく予備役に回して、ですから山梨勝之進大将予備役、あるいは堀悌吉予備役ですから、この時は山本も憤慨したそうですね。あれほどできる、山本よりも兵学校の成績は上でした、堀は。その堀を予備役に回すとはどういうことかと。で、艦隊派はっていうと加藤博晴、末次信政、高橋三吉、この辺の者たちが、まあ帝国海軍関属軍令部の権限強化のために動いていましたね。そしてそれのバックにいた軍令部総長伏見宮博康、この伏見宮博康こそ帝国海軍のもう一番の戦犯、大東亜戦争に関してはね。山本はというと、まあどっちかといえば条約派に属し、けれど山本はこの時に予備役に回されることはなかった、つまりまだこの男は使えると海軍から思われたということでしょう。ただし山本はもう自分も辞めるつもりになったようですよ。堀まで辞めさせるんかと、じゃあ自分も一緒にと。いや、相当仲良かったんですね、この山本と堀は。で、まあ堀の予備役編入はまあ決定し、でその山本まで予備役に行ったらもう海軍の両親がいなくなるじゃないかみたいな、そんなやり取りもあったとか。以降30年代の後半、まあ日本で言えば昭和ですね、山本は三国同盟への反対、これに動きました。米内光政海軍大臣、山本五十六海軍次官、井上重吉軍務局長、この3人で海軍としては三国同盟に真っ向から反対する。もし三国同盟など結んでしまったら、
まあ、アメリカを怒らせると、そしてアメリカと戦争して勝てるわけはない。米内も山本も井上もそれは一致していました。アメリカと戦争して勝てるわけはない。そしてアメリカがやってくるとき、当然海軍でやってくるわけで、日本の海軍、アメリカと海軍、ね、アメリカの海軍と戦って勝てるようにはできていない。米内、山本、井上、彼ら3人とも三国同盟への反対ということで命付け狙われ、特にね、陸軍あたりから付け狙われるだけでなくね、海軍の艦隊派ですよ。海軍の艦隊派、ここからも突き上げられたんですね、彼らは。ですからこの海軍の艦隊派、この時には南雲忠一、兵学校36期ですね、これが37期の井上に対して「殺すぞ!」とかって言いながら怒鳴り込んでいった、ね、軍令部に権限渡せみたいな、まあ、それに対して井上がね、軍令が軍政に優越すれば国が滅びる、その通りですよ。南雲さんっていうと真珠湾もしくはミッドウェー、そしてサイパンの戦いというふうに、なんか枯れた、ね、枯れたろ、提督というイメージありますが、まあそのね、10年ぐらい前にはこんな血気盛んな艦隊派だった。山本はまあ、アメリカ長かったってこともあり、航空機に明るい。だから航空本部が帝国海軍にできた時、航空本部長は山本でした。そして海軍航空隊といえば山本、そしてその山本の下に大西竹次郎、そしてその下に源田稔。大西や源田は実際にパイロットとして飛行機に乗ったようです。山本は乗っていません。連合艦隊が空母を採用し、赤城や加賀ですよね。そしてそこに戦闘機、爆撃機、雷撃機を乗せて敵の艦船を攻撃する、こういう訓練、そして作戦指揮取ったのは山本ですよ。ですから山本こそ大東亜戦争が始まる昭和16年、1941年において、日本の艦隊、そして、航空隊を最もよく知る人物であった。連合艦隊の司令長官、三国同盟が、1940年、昭和15年ですね、に最終的に結ばれ、で、それまでアメリカとの戦争を避けるように動いていた山本が、今度は急にアメリカとの戦争を考えなければならない、そんな立場になった。連合艦隊司令長官として、海の上に出しておけば陸軍からも暗殺されないだろうという、そんな思惑もあった。で、この連合艦隊司令長官というのは大体中将がなって、そして2年ぐらいやったら、その後予備役、政治に携わらない限りね、その後予備役というのがお決まりのコースだったんですけど、山本は連合艦隊司令長官を延長してやってますね。これは山本が初めてですよ。そして真珠湾攻撃、ミッドウェー海戦、これを指揮した連合艦隊司令長官は山本です。空母集中使用、6隻の空母、赤城、加賀、飛龍、蒼龍で、松鶴、瑞鶴、第1次攻撃、第2次攻撃、
宣戦布告が遅れたということもあり、この奇襲は大成功しました。まあ、今でこそね、奇襲はまずかったと、外交上問題があったけれど、日本があの戦争に勝っていれば、勝たないまでも引き分けみたいな終わり方だったら、奇襲をやってこそ戦は勝てる、その何が悪いというふうになってもいたでしょう。日本が敗戦したから、真珠湾攻撃の宣戦布告の遅れも問題になる。事実、この大東亜戦争以降、アメリカ何度も戦争をやってますけど、戦後にね、そのどれ一つとしてアメリカは宣戦布告などやってはいない。だからアメリカとしても、あの時日本は宣戦布告を遅れたということをあまり言える立場にはないんですよ。真珠湾では相手が無防備だったから勝てた。では相手が警戒した時に空母の集中使用はどれほどの威力を発揮するか。これでコテンパンにやられたのがミッドウェー海戦です。南雲部隊を攻めちゃいかん。責任は全て私にある、と山本は言ったそうです。空母沈められた後にね。けれど山本はどう責任を取ったんでしょうか。開戦前に近衛首相に呼ばれて、荻窪にね。で、海軍としてどれぐらいの勝てる見込みがあるかと言われ、半年か1年は暴れてみせる。ちょうど半年後にミッドウェーで負けた。1年経ったらもうガダルカナルからも撤退。これら全て山本の作戦ですよ。責任取ったんでしょうか。そしてミッドウェー以降は帝国海軍はもう負けが込みましたね。第一次ソロモン海戦、これは勝ったけど、あとはもう引き分けか負け。そして彼、我の差を知る、悲願の差を知る山本は、昭和17年の終わり、つまり1942年の終わりにはもうこの戦は勝てないと内心確信していたでしょう。ここで半年か1年はやれるけど、もうやれないと言っていたんだから、講和に移るべき人物が山本であった。作戦のことを最もよく知り、戦力のことも最もよく知り、けれど山本は昭和18年、1943年の4月でしたね、行かなくてもいいニューギニアの最前線に行き、ブーゲンビルの上空で撃たれた。自死だったでしょう。もう生きてられないと。確かにあのまま山本が生きていたら、極東裁判に引きずり出されて、まあ海軍からも絞首刑が出るという、そういう状態だったでしょう。山本の上司であった長野、この長野は軍令部総長でしたね、開戦時。で、この長野もまあ死刑は免れなかったと思われますが、敗戦後すぐに亡くなりました。島田重太郎、開戦時の海軍大臣、この人は生き残りましたね。一体、振り返って山本五十六、その後言われるような軍神だったのか。とてもそうは見えない。勝ったのは真珠湾の奇襲攻撃だけ。あとは戦線を広げすぎ、
本来は西へ向かう。そうでしたね。帝国陸軍はインドへ向かう。そして中東あたりでナチスドイツと手を結ぶ。このようにしておけばイギリス、ソ連、オーストラリアは最初から話にならない。オランダ、で中国、この辺が次々と物資が手に入らなくなって降伏し、いや、スターリンもアウトだったんですよ。日本が西へ向かっていれば。そして日本とドイツでアメリカと戦う。大西洋からドイツ、太平洋から日本。どうでしょうか。当時の強かった日本とドイツの軍でアメリカを挟み撃ちする。いくらアメリカの工業力が大きく、そして軍が強かったといっても、日本とドイツで同時に攻めていったら、けれど唯一あり得たこのような勝ちパターン、これを潰したのは山本です。行かなくてもいいアリューシャン列島、行かなくてもいいガダルカナル。そこで一体何万人の兵士が飢えで、あるいは病気で死んでいったでしょうか。戦いで死んだんじゃない、飢えや病気で死んだんだ。責任山本ですよ。それこそ腹切るつもりで、そして日本という国を思い、自ら悪名残して構わないから、もうできませんと大きな声で言う。この戦争はもう勝てませんと大きな声で言う。山本ならその立場にあった。その内実を知り得る位置にもあった。それこそ軍神なんじゃないだろうか。本当にダメならもうダメだ、負けたという。無駄な死をもたらさない。それでこそ軍神なんじゃないのか。その勇気は山本になかった。体よく自死して、ですからその体裁だけは整ったことにより、戦後も長く実は山本は軍神扱いでしたよ。山本を扱う映画は山本をまるで英雄であるかのように、山本を描く小説はまるで山本を人間あふれる提督であるかのように。真珠湾への奇襲で勝っただけ。まあ、もちろん世界史的に言えば空母の集中使用、航空機による軍艦への攻撃という、もう画期的な、そういう作戦であったのは間違いない。それは言える。けれど勝ってくれないと、戦争を勝利に導いてくれないと、一つ一つの作戦でどうこうでなく勝ってくれないと。その点で言った場合、山本は最初だけ勝ってあと全部負けた。こう言っていい。最初だけ勝ってあと全部負けた。しかも日本の泥沼の戦いをね、結局もたらしたのは山本であった。インパール作戦の悲惨も、フィリピンの悲惨も、あ、もちろんニューギニアの悲惨も、山本に責任があると言って言える。どこが軍神なんだ、こんな軍人の。山本五十六、本当に軍神だったのか。そうですね、21世紀に入った頃からこの戦後の歪んだ山本像がだんだん訂正されてきて、この山本愚小論が広がり、そして今ではだいたい戦史に詳しい人で山本を持ち上げる者はいない。夢ラジオ第2236回、今回は山本五十六、本当に軍神だったのか、取り上げました。もうすぐオンラインの授業、東京の男子が英語を習いに来ますね。私も準備することにしましょう。